はい、皆様お待たせいたしました。第2部を始めさせていただきます。トークセッション「危機万葉から聖徳太子へ」というタイトルで、ご登壇いただきますのは、先ほど基調講演していただきました倉本和弘さん、そして岡島圓生さんでございます。皆さん大きな拍手でお迎えください。私もパネリストとして入らせていただきますので、よろしくお願いいたします。それでは、私が進行いたします。先ほどはどうも失礼いたしました。時間が足りなくて、あと3倍ぐらいだったんです、それでは最初に、金谷さんと岡島さんに簡単に自己紹介をしていただきましょう。すみません、失礼いたします。私は岡島と申しまして、名前は岡島圓生と言います。これ大丈夫ですか？圓生というとよく言われるのがですね、私はお寺さんですかというのですが、残念ながら違いまして、ごく普通の一般家庭に生まれ育ちました。で、私の生まれ育ちが王寺町でして、昔からだからもうこの辺はそれこそ小さい頃から全部うろうろうろしてた、地域です。そこで、たくさん、見てきたものですね、それを今仕事として、歴史に関わることをさせていただいているということになっております。で、今はですね、王寺町の文化財を担当する、学芸人という形で、やらせていただいております。で、もう一つ私、ちょっと特徴というでしょうかありまして、奈良県の文化財担当の方っていうのはもう大抵考古学の方なんですよ。もうほぼ 100% と言っているぐらい考古学の方なんですが、私は出身は実は考古学ではありませんで、ないしもないんです。もともと日本近世史、江戸時代のことを勉強しておりまして、よく崩し字ですね、ヘロヘロ書かれた文字を読んで、歴史を研究する、特に何とかさんのダルベイさんがどうやこうやとかいうようなことをずっとやっておりました。で、職を終えてから考古学にやるようになりましたので、割とあまり大きな声では言えないかもしれませんが、他の市町村では結構こう昔の古代のことばかりこうやっている市町村もあるんですけれども、私はどっちかというと、古いことも好きですけれども、新しい時代も非常に興味がありますので、古代だけではなくて中世、近世、それから特に王寺町は、鉄道の町として奈良県で初めて、鉄道が開通したところでもありますので、鉄道の町として栄えているということで、近代史の方もですね、勉強をやりながら普段仕事をさせていただいているというところです。ですので、聖徳太子についてもですね、聖徳太子、飛鳥時代の聖徳太子ももちろん興味深い、存在ではありますけれども、亡くなられてから、太子信仰がどんどん盛んになってまいりまして、王子でも、そういう太子伝承というのがたくさんあります。そういうところにも非常に、興味を持って、やっているというようなところです。続きました、金谷慎一郎でございます。よろしくお願いいたします。歴史コメンテーターとしていろいろテレビとか出させていただいております。そうなんです、釘付けとかにも出てるんですけど、釘付けが変わりましたよね、コロナの影響でね。あれ、今までやったらあれこれ何、芸能レポーター3人して、専門家2人お医者さん1人やったのが、芸能レポーター2人専門家1人お医者さん1人やったんですよね。で、専門家がね2人おったらね、私って大体2枠なんです、大体ね。で、1人やったら絶対ほら弁護士とかそういう人のやりますやんね、心理カウンセラーとか、今やったらコロナの関係の人とかね、そういう形なんで2枠なんでね、なかなかね、もうちょっとね、ちゃんとね、戻ってきてくれたらね、また2人目でまた皆さんのお茶の間にね、別に上沼さんに嫌われたわけじゃないんで、
ご安心ください。そういうわけではないんですけども、あの同じ白浜にあの 家とかで、その場合実家ですけどね、向こうはあの立派な持ち持ってますけど、まあ、そのことはどうでもいいですが、まあ、そういうようなことでさせていただいておりますね。まあ、本当にあの先ほどね、もう私も、倉本さんがね、講演会が今年はと言ってましたけど、私も本当に前回の講演が2月の7日やったんです。10ヶ月ぶりに、新幹線乗ったの何ヶ月ぶりかなみたいなね、もう全部なくなったんです。普段やったら毎週毎週土曜日日曜日は必ず講演会行って、もいろんなとこ回って何十箇所と回ってたんですけど、全部なくなってしまいました。まあ、その中でこういうふうにしてね、まあ、やっていただいてる本当にありがたいことやし、やはりもうあの、ね、リモートとかいろんな時代になった、それでしていただいて分かったと思うんですけど、今日のね、倉本さんのお話とかを聞いても分かったと思うんですけど、やっぱり生でね話を聞いて、で地元のその地元のところでそれを聞いて、そしてその上で地元に行く足を運ぶということ、もちろんコロナですから、もちろんそれを抑えながら行かなきゃいけません。でもやっぱりそういうのっていうのはいかに大切なのかということね、別に講演会で飯食ってるからそういうこと言ってるんやの方がね、まあ、それもちょっと困ってますよ。まあ、でもね、私もね、いろいろ給付金とかね、まあ、それはそんな話じゃないですけどね、まあ、そういうようなことです。ですそして私に関しましては、まあ、ごめんなさい、どうしたらいいの、大丈夫。あの生まれ京都で、そしてあの母親の実家が和歌山の白浜というところで、まあ、ちょうどですね、田辺には弁慶さんの像があって、あとは白浜とか、まあ、そちらから熊野古道が、はい、通ってるというようなことで、非常にまだ歴史の深いところ、まあ、そこに今生まれ育ったわけなんですけども、ただあの、ね、先ほど岡島さんね、実は近世っていうのはおっしゃってましたけど、私実は近代でございまして、近代の日本経済史で、あの満州事変とかあの辺のところで、なんで日本がファシズムになったんやみたいなね、それをね、株式市場との連動ね、株式市場がこうなるとカンフル剤で軍部がこんなことするみたいな、そういう連関性みたいな、そういう研究をねしてたんですけど、ただもともと歴史を好きになったきっかけっていうのは偉人の伝記なんですね。やっぱ偉人がすごいことをしたよとかね、そういうような、それを偉人の伝記と、あとはあの漫画日本の歴史ね、あのこの2つなんです。だからなんか真面目に、ね、皆さん一生懸命勉強されてたからちょっと違うんで、漫画界みたいな、漫画と伝記界みたいな感じなんですけど、でもそこにはやっぱりドラマがあるんです。本当にその人と人との血塗られたドラマとか、それからものすごい感動的なエピソード、それからもう立派にのし上がっていった時に、どうしてこの人は成功したんだろうとかね、そういうのを私は楽しくて楽しくて仕方なくて、そしてそれをまあ大学出た後に、まあね、大学院もちょっぴりだけ、まあ、ほんのちょっとだけですけど、まあ、その時に、ああしたらなんかそういう仕事になんかないみたいなということで、それで、洋さんしゃべれる、一番洋さんできしゃべれるよとかね、ということで、まあ、高校の先生でもよかったですけどね、修学旅行の卒業やったんで、それでまあ、ね、予備校の先生させていただいて、ね、人がいっぱいしゃべれるみたいなね、もうその感動するエピソード、研究というよりはね、感動を伝えたいと思ったんでね、それで今の仕事させていただいたら、まあ、テレビの方、世界的大企業とか、そういうところにお呼びかかるようになって、まあ、テレビでもね、訴えることができて、そして今、講演会でこうやってね、あの特にね、今日はね、あまりおりませんけどもね、小さい子供たちとかに、やっぱ地元これすごいんやでっていうことね、王子すごいんやでってね、王子ラーメンだけちゃうでみたいな、ね、ラーメンばっかりですよね、王子ね。あ、私も昨日王子ラーメンで白菜食べてきましたけど、ね、いやいや、もう食べてきました、9時半ぐらいの夜のね、まあ、やんですけど、まあ、そういうようなことで、やっぱ伝えていかんとあかんということ。でそのためには、まあ、それはコロナで大変な時期ですけど、こういうの気にしながら、まあ、こういうような場所に場所を運んでして、それを聞いて実際の現地に足運んでいただくっていうのが一番やと思いました、ね。なんかだからまあ本当王子につきましてはそういうような感じの、まあ、でもあのそ王子のエピソードちょっとだけね、もうすぐ終わりますけどね、あのほんまね、皆さんね、もったいないです。こんなね、あの関東とか行くとね、もう歴史なんてほとんどないね、あの三軒茶屋三軒茶屋があっただけですよとかね、そんなもんなんですよ、ね、さっきの東京の王子やって、まあ王子、まあ、しょうもない歴史しかないわけやね、どこでも歴史はあるんですけど、
こんな日本書紀にこんな伝説載ってます、聖徳太子に伝説載ってますとか、もうそれそれからもう吹雪にも何にも載ってますとかね、そんな場所ってね、ないんです、なかなかやっぱり。だからまあそのあたりは誇りを持って、そしてそれを後世に伝えていってもらいたい、まあ、そういう思いで今日やってきました。よろしくお願いします。まあ、4時までお話しいただければ私仕事しますあの実は私はって続きました。実は私 の, あの主な専門は平安時代の摂関期と呼ばれる時代、道長とか頼通の時代の、貴族の書いた日記を解読するのが仕事なんですが、なんでこんなことをやってるんだろうと思いながら聖徳太子の話が忙しいのに潜らされて、元旦のテレビ BS なんか山大国の番組の中で収録させられてしまって本当に、困ってしまいました。さて、あの大島話が出ましたけど、我々文献の人間はですね、まず聖徳太子の伝説の最初の部分でやっぱり片岡というところで、古事記を見たら他の人は古事記だと思ったけど聖徳太子だけはこれは偉いんだと、で帰りに見たら違うという聖人伝説があるんですね。でその記事があるのはみんな知ってるんですが、私はこの仕事をもらって王子のことをちょっと調べて、 あれ王子の話やったんだと初めて分かりました。で早速今日朝早く行きまして、小学校のところあの辺が寺があったんだとか、だるま寺がその関連に分かってですね、もうご縁の時代本当にありがたかったんですが、歴史的に見るとこの王子がなぜ素晴らしかったかというと、これはご存知と思いますが、大和王権のあった大和と港のあった成松との結ぶ交通路がいくつかあるうちで、このルートだけが峠がない、北の暗がり峠は大変な道ですし、このルートがあって、あとは二条山の南北ですよね、あと桂とか金剛も越えるのはもっと大変なんですから、となると、大和川沿い、つまり船で朝鮮半島から来て成馬の津に、船着きして、その後大和川さかのぼって、で大和盆地に入るとそれが飛鳥川になったり佐保川になったりとか牧野川になったり白瀬川になったりして、あちこち行けると、船に乗ったまま行ける、実際排水船に乗って桜井川行ってます。で、白瀬川ずっとさかのぼって名張の方まで行くと、今度ちょっと山越えると今度は雲津川とか、串田川とかって、伊勢湾まで行ける、伊勢湾からまた船に乗れば今の津渡りだと思うんですけど、東国に、つまり海の道をこうずっと、たどるうちの結節点、国境のところがちょうど王子なんだ、そういうところがあって、多分聖徳太子とか前の子は怒りがに見合わせたんですが、でここにその伝説ができたっていうのはやっぱり大きな意味があるんだろうなという気がするんですが、私この間数日前に知ったぐらいですので、ぜひ小島さんに、なぜあの伝説がここにできたのかって僕にからでしょうか。なんかものすごい不倫でですね、なんか答えたらというところはあるんですが、ものすごく今倉野先生の方から的確に王子の血を取られていただきまして、でこの片岡の鬼神伝説というふうにも言われておりますし、屍が生きて亡くなるということで死海戦に手伝うというふうにも言われております。でそれの舞台となったのが王子町のだるま寺のところであります。でなぜ、そこが舞台になったのかというのは、簡単に言うと日本書紀によりますとですね、片岡というところで植えた人に出会ったというふうに描かれておりますので、大和川に南アルプスの海岸に対して、片岡という地域であるというのが一つです。それともう一つはこれは太子信仰とも関わってくると思うんですが、聖徳太子伝説ですね、平安時代の太子伝の集大成と言われているので、この聖徳太子伝略で、同じ鬼神伝説が出てくるんですけども、それによりますと、聖徳太子が信濃の、太子長英子氏のですね、その御所を視察に行った帰りに植えた人と出会っているというふうに描いてありまして、でちょっと王子町のところがですね、イカルガで聖徳太子が亡くなられて、ご遺体が運ばれていく太子葬送の道と言われるような道が想定される、否定されているような道でありまして、生前から聖徳太子墓を作らせるのに旅行というか言われました。でその、道がですね、ちょうどおそらくだるま寺のすぐ近くにあって、で実際だるま寺には、だるま寺3号だるま寺5分群というのがあって、
そのうちの大学の単語を踏んでいるのがどうやらその出会った記事に、そして大使が助けて埋葬した、お墓であるというふうに考えられるようになって、大学に繋がっていくということのようです。私がさっきお話したような馬宿の巫女の実態と後世の聖徳太子伝説を分けて考えなきゃいけないんですが、私はむしろ日本史の中で聖徳太子伝説がなぜ生まれてどう広がっていったかの方がずっと大事な問題だと思ってるんですが、金谷さん、聖徳太子自体についてどうお考えですか？そうですね、ただ、まあ、もちろんあの馬宿の巫女、馬宿ですね、馬宿と聖徳太子、これ分けて考えるというか、まあ、元々はまあ同じだと思うんですけども、ただやはり伝説ですよね。その後にどん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 伝説が出てくる。そしてその伝説がちょうどやっぱ戦前の教科書、私は戦前の国史の教科書を、まあ、現代流にちょっとアレンジするっていうのは何かと、まあ、それを講義するみたいな本を今作ってました。これ言うたらあかんやつはまだ見えるんですけど、別にね、そういうようなやつをやってまして、今聖徳太子のところもやらせていただいたんですけど、やはりもともと聖徳太子って人がいまして、住人の人の言葉聞きました、そしてすごいことしましたみたいな感じで、まあ、もちろん何もなかったら、ね、なんか先ほども馬宿は大したことしてへんかったんやという説あるということですけど、私はむしろね、そうではないのかで、何もなかったらそこで伝説にする必要もないし、英雄化にし続けるね、わかりません、どっかの韓国の北の方の国みたいに、ちょっと英雄化し続ける必要もないわけですよね。そこで、すごい人ですよ、ポンってして終わりでいいと思うんだが、それが後になって、どん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 大使に関する演技が作られて、でここのお寺もそうや、ここはなんかトンタンですとかね、予言も、予言はあれが日本書紀か、そういうのもしたんですみたいな、そういういろんなことがどん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 積み重なっていくということは、やはりそれなりの人ではないのか、そうじゃなかったらということですよね。だから、何でしょう、最近の、ね、歴史学っていうのは完全にやっぱり科学的に実証できるかどうか、科学的って言ったのかな、実証できるかどうかっていう、実証できないものはこれはもういらんいらんみたいな感じにだんだんなってきてて、そしてだからもう実証できるものだけをって言ってるけど、ただ実証できないものでもただこういうふうに伝わってきてるっていうことは、何かというとそういうところにあるんじゃないか、魅力があるんじゃないかね。だからそういうふうにして思って、まあ、子どもたちには私はね伝えていくように、だからもうこういうようなすごい人がいて、まあそれはね、そんな生まれた瞬間喋れたかどうかとかね、空飛んだかどうかとかも、それは別として、まあ、それはもう伝説というふうな形で、まあ、そういう伝説が生まれるということはそれだけすごい人、まあ、これはもう前半の倉本さんの講演のところでもありましたけども、それだけすごいことを成し遂げた人だから、だからこそそこを分かって、そういうすごい人がいたんだよっていうことね、やっぱそれをね、やっぱ伝えていくこと、でそっから、いや、実は違うんですよとか入っていくのはいいけど、最初のところはね、やっぱ昔からそう伝えられてる人に関しては、まずはそういうふうに頭に入れて、その上で、じゃあ、いやいや、この資料みたいにちゃうよとかね、いろいろ検証していくっていう順番なのかなと、まあ、そういうふうに考えてます。ありがとうございます。耳の痛い話でありますが、もう一つね、大事なのは聖徳太子信仰なんです。伝説というのはもう日本主義の時代にできていたんです。十人一遍に話を聞くとかですよ、前で生まれたとかなんて、それはもう日本主義の時代にすでにあったわけですが、その後信仰になって現在に至っているというのはすごく大事なことだですね。やっぱ一つには法隆寺も四天王寺も要するに何とか支援する士族が滅びました。しかも国家からあんまり支援を求められません。興福寺とか東大寺とか、そういうところはまあちゃんと支援してくれますけど、法隆寺も四天王寺も自力でやるしかない。どうやって、この宗派この寺を存続させるかという意味で聖徳太子が、まあ、使う。だん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 だから英雄化がどんどん進んでいったんだと思います、ということで信仰という側面もあるということなんですが、じゃあお二人にこう聖徳太子信仰なんてどういうふうなお考えになるかちょっと伺いたいと思いますが、こちらからでも逆にですね、ちょっと倉本先生にお聞きしてみたいことがあるんですけれどもよろしいですかね。
目が点になってしまいますけれども、あの開始進行こっちも非常に興味がありまして、特に貴族ですね、摂関係なんかも法隆寺によく宝物を見に行ったりされてると思うんですが、そのあたりのこの大使信仰でどういうところからこう出発してきているのかとかいうのをちょっとお話しいただけると、ちょっといいですか。はいはいはい、すみません。あのいや、まあ司会の仕事、あれですけど、摂関家の貴族はね、いろんなもの見たがってるんですよ。で特に奈良の古い寺はすごく見たがってて、松陰寺とか権現寺とガタルと宝物殿開いて見てるんですよ。あと道長は多分ね、正倉に開かしてるんですよ。東大寺に行って使者を派遣して朝廷から正倉院のプラを持ってこさせてるんですよ。だから蘭奢待を削ったあと一人わからない多分僕道長だろうといるんですが、その意味で、ね、聖徳太子という人は多分この日本史ってのは中国の歴史に比べるとあんまりすごい人もいなくて悪い人もいなくて、その中では聖徳太子ってその中ではまあ目立つ人だったんだと思いますね。でしかも平安貴族の時代になるともうすでに信仰の対象になってますので、やはりみんなが見たかったんだろうと思います。その集大成が多分親鸞さんが六角堂の有名で、修法を起こすということになるんだろうと思いますが、でもはるか現代に至るまで、例えば、四天王寺の西の鳥居から夕日を見るとインダという人が現代でも夕方になるといらっしゃる、すごいです。中世なんかもっとすごいんですよ。四天王寺の西側の鳥居からもうその先はすぐ海でしたから、何月何日何時に海に入るといって人を集めて、本当にそのまま歩いて海に入って受水自殺する人が結構いたんです。それぐらいの信仰集め、聖徳太子の UFO行きたい、だからそれがですね、だん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 増幅していったんだと思います。だからこれほどの信仰集める人って、まあ空海とは別ですけどね、プロの坊さんでも俗人ではやっぱりスーパースターだったんだろうなという気がしています。そうですね、だからやっぱりそうなってくるところにあと何があるのかって、これ仏教もあるんですけど、先ほどちょうど本当に倉本さんの講演でね、おっしゃっていただいたほら最近の教科書から遣隋使の対等外交ということが、私たちの子供の頃は対等外交を求めたというふうに習ったと思うんですけど、それが消えてきましたね。それは消えてきたのは何でかっていったら、もちろん朝貢であるっていうことなんだけども、ただ朝貢やけど作法は求めないね。ここが大きいところなんですよね。つまりいわゆる朝貢貿易、朝貢外交という形は取るけど作法するわけじゃない、ね、これをやっぱり成し遂げた国って、これが中華思想の中でもまあ日本ぐらい、まあ日本ぐらいってちょっと言い切っちゃうとあれなのかもしれないけど、そうじゃないのかな。だからそういうような毅然としたしっかりとした外交ですよね。そしていわゆる和は大国であると随所に書かしめたというのは、本当これはねもう大きい。だから私ももともとそのね随所は国伝っていうのはそのあたりについては一応、講義とかする際にね読ませていただいてますけど、本当にこの部分についてはええなということが書いてあるなと思って、それで先ほどのね倉本さんの話でこれは教科書に載せるべきですって言ったから私も拍手しようかと思ってたけど、よはじはこっちにこうやってずらせみたいな、ね、言おうと思ったんですけど、本当にねそういうような、ね、ことをやっぱりやって日本の独立性とか優位性とかね、そういうのをきっちりと守っていった、ね、もちろんこれを前後を一人でやったんでしょうかどうでしょうか、でも先ほども言ったように足りしいことして出てきたのは、まあこれは女性ではなくて馬屋堂であろうね、まあ、そういったところから馬屋堂が、まあ、それは誰かに言われたらこう言うてくださいって言うたんかもしれへんけど、でもそれにしてもちゃんと言うてきっちりとやっていったね。やっぱここって大事だと思うんですよね。よくその外国に対してね、やっぱそういうような別に戦争しなさいじゃなくて、別に日本はその和国は当時別に戦争しようとかそういうわけじゃないですからね、だからそういうような形で毅然とした態度で自国を守っていく、自国をちゃんとしていくというね、まあ、そういうような姿勢っていうのはね、そこがねやっぱりね私はね素晴らしいなって。だからね本当ね、そうなんです、対等外交っていうのは最近言わなくなりましたって言って、なんか外交遣隋使ってのは大したことなかったんやねみたいな感じにね言われてるんですけどね、逆なんだ、むしろ逆なんだってね、
対等外交を要求するとアホみたいだから対等外交してください、あーまさにやると終わってしまうところを、ちゃんとだからいわゆる大国であるということを見せながら、ね、いわゆる作法しないよ、ね、軍法にはくだらないよみたいな、そういう態度を示す、そんな気概のある外交ってね、ほんまね、今の日本でもね、なんかね、あの別に戦争なんか出てきたらあきませんけど、気概のある外交をね、なんか何もちゃくちゃくしてんやのってね、ピシッとやっていただきたいなとか、そういう意味でもやっぱり聖徳太子っていうのその辺のところでやっぱりすごいな、ね、やっぱりその当時よう考えはってして、だって遣隋使行って中国すごいもんいっぱい出せって言ってみんな持ってくるわけですよ、もうね、それこそその後聖武天皇の時なんかはもういや中国どころかギリシャとかこんなすごいなんだって言ってみんなもうそういう感じで、ヨーロッパってめっちゃすごいやんってなったら、もう思想なりなんなり全てもう本当にもう隷属しますみたいになってしまいそうなところをならないで、自主独立していったっていうね、そこのところっていうのはやっぱめっちゃかっこいいなとか、そういうかっこよさとかね、まあ、そんなのとか私なんかの子供にね、しょうとね、もちろんあまり政治的な意味合いにならないように注意はしながらね、こんなかっこいいとったんやねみたいな感じでね、伝えてるんですよ。だからそのあたりをね、前半の講演会でおっしゃっていただいてね、私すごい嬉しかったんですけども、まあ、そういうのもあってやはりやっぱ心の中にみんなね、例えば大阪の人がみんな太閤さん好きみたいにね、もう400人言い続けてるわけですよね。それと同じでやっぱりそういうような好きっていう気持ちっていうのがみんなのやっぱり DNA、 古代の人の DNA の中に埋め込まれて、それが伝説になってるんかな、ちょっとね全然ね、あのちょっとあの歴史学って話ちょっとから飛んでるかもしれませんけども、まあ、そういうようなこともあるのかなというふうに私考えて、あのすごい人やなっていうのを、それはまあ伝えていければと思ってます。どうですか、すいません、終わるタイミング分かりにくい信仰というととてもすごくなんですかね、高尚なようなあの感じがありますけれども、逆にあの地元をですね、あの法隆寺の近くの我々の地域ですとか、あの皆様からいらっしゃるような地域からすると、聖徳太子ってものすごくなんですかね、親しみのある人として捉えられている側面がありまして、例えば大仁町に足大寺という駅がありまして、その駅はですね、聖徳太子があの一晩で作ったんだと、古代の当時あの村人が池を作ろうというふうに協議をしていたら、翌朝になってみるとたちまちに池が出来上がっていたと、それはもう聖徳太子のお力のおかげだということで、明日になるとできる池ということで足大寺、それが今足大寺というふうになっているというような、まあ、そんな伝承があったりとか、でそれはですね、日本書紀の推古15年とかね、片岡池を作るというところに基づいてたりするんだと思うんですが、同じように柏市の方でも片岡池とか運河池っていうのがありまして、それはやっぱ聖徳太子が作ったんだっていうような話もありますし、あるいは筋海道ですね、大志道の方に行きますと、今三宅町に屏風というところがありまして、それは聖徳太子が光戸から飛鳥まで通われる時に途中休憩なさったところで、屏風を立ててですね、村人たちが接待していたのというような、まあ、伝承がありますので、本当に地元の地域にとってはもうスーパースターはスーパースターなんですけれども、すごくこう人間付き合いでしょうかね、親しみのある存在としてこう捉えられていて、今まで伝えられているのかなというところはあります。ありがとうございます。地元の方ならではのご指摘いただきました。でもよく考えたら、聖徳太子以前にそういうタイプの英雄って山田武尊ですよね、池を作ったとか、やっぱり2人とも共通するのは即位できなかった有力な王子というところがポイントだと思います。でちょっとすみませんが、話は飛びますけど、先ほどちょっと言い残したことで金谷さんにもちょっと受けますけども、外交の話ちょっとさせていただいてよろしいですかね。非ずるところ、非没するところ、皆さん単純に非ずるところは和国で、非没するところが隋だと思ってらっしゃると思いますが、和国から見て隋は非没するところだけど、和国は非ずるところじゃないですよ。日が出てくるのは太平洋ですよ。で隋から見て和国は非ずるところだけど、隋は非没するところじゃないですよ。非没するのは白黒なんです。となると和国が非ずるところで、隋が非没するところなのどこかというと、間にある国です。つまり朝鮮です。ということは、あの国書を作ったのはおそらく朝鮮の人ではない、特に高句麗ですね。高句麗から見ると、和国は火が出てくると、隋は火を起こすと。
というのをあの国書にわざと入れて、自分はこうくりと結んでいるんだぞと、あなたが交戦している相手と自分は仲いいんだぞ、和国を優遇しないと僕らは軍事同盟結んだら随分危ないぞというふうに仕掛けたらとしたら、聖徳太子はめちゃくちゃ作詞です。面白いでしょ。そういうこれが歴史の面白いところなんですよ。こういうところからね、あの私がこういうこと言ったとちょっと言わないようにしてください。学会ではとても言えないことなんで。さて、信仰の話になりましたですが、さてそれでは我々は聖徳太子あるいは前田信子、まあ、前田信子をどう伝えるかは、まあ、歴史学の、役割だと思うんですが、聖徳太子を例えば自治体として、市民の皆さんあるいは、教育者、教育現場どう伝えていったらいいのかということが問題になると思うんですよね。でそれに関してどういうふうにお考え、まあ町長さんとか県の方もいらっしゃいますので実は聞きたいところなんですが、まあ、とりあえずあの二方に、どういうふうに、やっていくんだ、まあ、あのさっき駅を行ってからずっとあの犬のマークとか像がいっぱいあったのでなんとなく分かりますけれども、まあ、簡単にお話しいただければと思います。あの王子町でその話をするときにですね、もう本当に雪丸の話をしないわけにはいきませんので、雪丸の話をさせていただきます。今王子町ではあの雪丸をですね、町の公式のキャラクターにしまして、あちこちで、使っております。私こうガッチも雪丸ついておりますし、実はネクタイも雪丸のネクタイも雪丸をしております。雪丸が入っております。売ってますよ。今あそこで買えるの、カフェで、はい、カフェで買える、はい、買えよ。はい、あのこの雪丸というのはそれこそあの先ほどのダルマ人ですね、石像の雪丸というのがありまして、聖徳太子の愛犬として伝えられているという、実際あの、まあ、近世末ぐらいの記録が残っておりまして、それによりますと、聖徳太子が飼っていた犬で名前を雪丸といって、人の言葉も理解、故郷も読めて、亡くなる時には遺言をしてなかった。どんな遺言をしたかというと、自分が死ぬと、ダルマの墓ですね、聖徳太子が助けて、葬ったダルマの墓の後ろは本当に葬ってくるということを遺言して亡くなっておりまして、で実際あのダルマの墓とされるのがダルマ寺の本堂の下にあるんですけれども、それの北東後ろのところにはダルマ寺1号墓になってきます。ゴムがあります。それがどうやらあの雪丸の墓の雪丸の座るというふうに考えられておりまして、今に至っているんですけれども、だからせっかく、まあ、そういう長ら地域に根ざした、そういう現象に根ざしたものがありますので、これをキャラクターにすることで、地域の人に知っていただこうということで、あの冒頭町長の方から前のありましたけれども、あのゆるキャラにしましてですね、今そのゆるキャラもあの幼稚園とか小学校とか運動会になるとあの行ってまして、もう子どもたちから大人気ですね。もうなんかね、聖徳太子ゆかりの町を小さい頃からですね、吸い込ませていく、吸い込ませも大事そういう風にしてあの活用していっているというのが多いですよね。はい、そうですね。その雪丸さん、あのゆかりが行くとなんか馬ですよね。で雪丸さんというのは どの資料から出てくるんですか。これはですね、いろいろ調べていきますと、あの聖徳太子伝略でもダメなのが出てこない、うん、で鎌倉の末に聖徳太子の700年御記御恩典で、非常にあの太子伝がまた優勢しまして、いろいろ新しいのが作られているんです。その中に雪丸そのものは出てこないんですけど、白雪丸というのが、はい、白雪丸というのがあの聖徳太子が9歳の時の話としてどうか作られていくんですけれども、その白雪丸というのはあの太子がイカルガで土産を買っていた犬なんですね。であのちゃんと餌やり乾燥布をつけて買ってたんですけども、ある時その白雪丸が、痩せ細った姿で太子の前に現れまして、でどうやら太子はですね、その餌やり乾燥布が餌をかすめ取っておくなという白雪丸の訴えを理解しまして、はい、で、学科という博士のところに行って、その訴え状、訴状を書いてもらえない、証拠がないと分からないので、訴状を書いてもらえない。で、白雪丸は学科のところに行きまして、
学科はまた次第今の姿を見てその様子を理解しまして訴状を書いてあげる。訴状を白雪丸の首にかけてあげました、ね、でまた聖徳太子の前に白雪丸が行って聖徳太子がですねその訴状を見てあやっぱり餌屋担当奉行が霞めとったんかということで、その担当奉行をです、ね、処罰するという話があるんですよ。なるほど。で雪丸さんのではないんですけれどももう白雪丸で雪丸の人の言葉が理解できるというのも今のようなエピソードから作っていけるのではないかと思いますの でその雪丸そのものは大辞典には登場しないんですけれどもさらにアレンジして大町の雪丸現象というのは見つけていたというのがこれはもうキャラクターにしてからいろいろキャラクターにしたからにはいろいろ調べなかったので調べていくと出てきた、たどり着いたという事実です。ありがとうございます。江戸時代の絵図にはもう出てるんですよね、あの像。そうですね、大和名所図伝というのが出てます。で、大志絵伝、聖徳太子絵伝いろいろ作られますけれども、やっぱり鎌倉以降の大志絵伝になると、その白雪丸が描かれているものも出てきます。はい、その各家という人は日本書紀に出てくるんですよね。そうですね。はい、これ、王子町、王子町から来られた方、どのぐらいいらっしゃいます？あんまりいらっしゃらないですか。皆さんご存知なんですか。この駅前のことは皆さんご存知。なんですね。まあそれ駅に置いてあったらこれでもなと思いますから。これはますますぜひ王子町だけではなく町外県外にも知らせていただきたいと思います。それでは皆さん本当ねもうゆるキャラってね私ねゆるキャラ大好きなんです。一番好きなのは住み子暮らしのいくらいも望むんですけどそれでね何かって言ったらねやっぱりね結構ねやっぱ自治体がね無理くり作ってるやつが多いんですよね。なんかね、なんか頭にごぼうさしてなんかこのごぼうは何やろう意味してとかねなんかねようわからないやつね。ただまあ本当この雪丸に関しては実際にそういう形でまあそれは聖徳太子の時代はないかもしれんけど鎌倉時代から残っててでそれがしっかりと今もあるみたいなねそういうやつですしまたさまざまな伝承とかそういうのがあるから私はもうぜひともねこれはね盛り上げていかないといけないというか私ちょっとこれもしかしてちょっと見間違えてたらごめんなさいなんですけどね私は本当町長さんに申し上げたのが雪丸のツイッターあれが2015年から更新してない更新してないねじゃあ更新してないよあれねやった方がいいですよやった方がっていうかね私思ったのはあれねちょっと分からへん僕そのネット詳しくないからねどうやったらバズるかとか知らんけどやあれね例えばもう雪丸って例えばそういう風な形でまあ聖徳太子のことをよく知っててね太子のこと太子に愛され太子のことをよく知っててそれで例えば法華経とかお経とかそういうようなことにも造詣深いんやったらねあれ私思ったんだけどねあれ雪丸にねボットみたいな感じでええこと言わせてるんですよ。わお思ってパッとしてますとか仲良くなりなさいとかさねやっぱり周りが何したら逆らっちゃダメだよとかなんかねええこと言わせてしてなんかあれしていったりとかねなんかまあいろいろ考えられるしね、もしかしたらちょっと私がさっき言うたらあかんのかなさっきね岡島さんからいただいたんですけどその本これどうぞこれちょっと紹介してどんな本はい、これはですね、聖徳太子と愛犬雪丸の物語というもう本当の創作の童話なんですけれども童話この人書いたの、はい、私が書かせていただいた角芸人さんが童話書くなのすごいよね絵は違う絵は違います。絵はですね、これは雪丸をデザインしてくれたデザイナーさんがいらっしゃいまして、その絵を描いてくださいました。でこれはまたいい話なんですよ。いや、自分で描いてる話やってるんで。でも、絵話やってる。どこまで読まないの？はいはい。大魔寺の雪丸の伝承と、それから鬼神伝説を織り交ぜながらですね、聖徳太子と雪丸本体が本当にいたらこんな感じだったんじゃないかなっていうのを、物語にしておりますので、はい。どうする？これ売れてです。これそこで売って。あそこな。はい。行き丸ショップ。はい。この回です。はい。はい。行き丸ショップ。でもいいのはね、これねだから王子町で何かって言ったらほら聖徳太子の衣装と雪丸の衣装とか用意して学芸会学校でねお芝居したのこれ。ほんまに。
そういえば地元の劇団とかもしあるんやったら、地元の劇団とかでもそういうのやって、そこで YouTube とかそんなんで流してね、もうこれで全国にこんなお話あるんやって、アニメにしてもいいんやけど、アニメとか下手にね、なんか広告代理店に変な感じ払うだけやから、でもなんかそういうのって怒られますね。すいません。広告代理店さんにいろいろ触りますけど、ほんまそういう手作りでなんかやっていったりとかしたらね、まあ本当にあのゆるキャラ来て、わーかわいい。わーとか言うのもええけどね、それ以上になんかね、この話をね、お芝居にしてね、学芸会とか、小学校の学芸会とか、そういうのでやったりとかして、それで対象を決めたりとか、なんかね、いろいろね、そうやって子どもたち、小さい子どもたちに、ああ、こういうような話があるんだよって、ね、やっぱり、あの例えばほら、私らなんか、私もこれでも、今年も53になりました。もうちょっといつもやったら、とか言うてくれるんだけど、もうよろしい、大丈夫ですね。それでね、そういう形でね、やっぱちょっと小さい時におじいちゃん、おばあちゃんから、まあ、ほんまか嘘かわからないようないろんな話を聞かされた、ここの地域のこれはあそこやねんで、あそこの洞窟ってのはあんなのがおって、あんなところにあそこに鬼がおって、何ややから、近寄ったらあかんねんとか、いろんなこと聞かされて、その中でやっぱ地元っていうのは育んでいく、地元の愛とかね、あ、ここの町はええ町やなとか思んでいくとか、そういうのはあるんだね。だからそういうのをね、やっぱりね、ぜひともね、この雪丸でね、もうして、うん、ちょっと、まあ、だから原作者は大石町の人なんでね、あんまり反転とか、ちょっとそんななんかお金とか、権利関係とか、難しくないかもしれないんでね、もう、逆にお前はこのみたいにフリーでもう、書かしてあげた、雪丸の、あの、なんか、頭と、なんか、消極大使の衣装、あと、出演者誰って言うの、これは、出演者を消極大使で雪丸と。消極大使と雪丸と、ダルマ大使。ダルマ大使様。3人しか出てきない、基本的にはそうですね、まあ、ちょっとこの本なんかつけたら生き丸をいじめるやつで蕎麦のうまことが出てくるんですけど、なんか作りたがってきたんだけど、今日買っていただければサインしてくれるとかそういうことも、ね、そうですね、皆さん、どこにいてるんですか、生き丸ショップってのは、正面 の、 事務所の方で、はい、そうです、エレベーターの近くに、ね、よろしく、はい、まあ、言いますけど、多分成人スーパースターがいて、そのカリスマ性がその持ち物にまで宿るという、そのスウェーバーというカリスマの移動ってやつになると思いますけど、ただお話はできるんですけど、多分パソコンはできないのからツイッターは無理なんでしょうね。だから録画しといて YouTube で流すのが一番いいのかなと思ったりしますけど、まあ、ぜひお願いします。で、話は戻りますけど、確か教育の現場でどうするかって話になってたのもあるので、これは専門家の金谷さんに。そうですね、ですからやっぱりこれからちょっと前にやっぱり話題になったね、聖徳太子はおらんかったみたいなのがね、ちょっと話題になって、私もテレビなんかでも聖徳太子おらんのですか、教科書どう変わったんですかみたいなんで、まあおかげさんって言ったら失礼な言い方なんですけど、そのおかげでまあだいぶテレビの方で出させていただいて、今この教科書はこうなってますみたいな話をしてます。そのおかげでやっぱり聖徳太子っていうものがあんなんおれへんやん、なんもないやんみたいなね、嘘やんみたいなね、なんかそういう風潮っていうか、ね、なってきてるのことと、もう一つは何かというと、私たちは聖徳太子っていうとお札やという印象あると思うんですけど、新しいお札って、これ1984年ですね、昭和59年に福沢さんに変わりました。ということは何が言いたいかって、36歳以下の人っていうのはお札、1万円の札って言ったら福沢さんなんですね。聖徳太子ちゃうんですよ。だからもう今の20代、10代して子供たちなんかに聖徳太子っていうあの絵を見せても別にお札の人やって連想できないんですよ。あ、学校の授業で習ったなんかアイスの棒みたいに持ってる人みたいなね。だからそんなイメージしかないんですね。だからやっぱりそこをやっぱ今後ね、やっぱり何が言いたいかって言ったら、別にこれおじいちゃんから盛り上げていこうっていうことじゃなくて、やはりそれだけの伝説とかね、そういう伝承とかが作られていくっていうことは、それだけのカリスマ性とかね、そういうようなのある人、パワーのある人なんで、そういうようなものをちゃんとしっかりと伝えていくね、そういうことをね、やっぱり絶対にね、私はね、だから私としてはやっぱり何でしょうね、思ったのはやっぱりその遣隋使ですよね。
遣隋使なんかでもこの何ですか、対等外交の要求が今一番よくないの、聖徳太子はおらんかった、対等外交やなかった、この2つ、この2つによっていわゆる聖徳太子の業績というのは今ね、株がこの辺まで落ちてる段階なんですよ、今、ね、急下落、2000年くらい境にね、逆下落して、ね、で教科書から対等外交消えたになって、馬屋道、かっこ聖徳太子の、もう今、地に落ちかけてきてるところなんですけど、でも、そういうような地に落ちかけてきてるから、大したことないんや、みたいな、これってね、いわゆる、確かにね、上げすぎてたらちょっと上げすぎちゃうみたいな、逆に言えば戦前のし、ね、坂本なんとか先生、あ、いや、違う、なんとか太郎さん、まあ、なんですけど、そういうそこまで上げたから、それの反動ですよね、今ね、それはなんか来てんのかなと勝手に思って、でもそうじゃないんだよ、すごいんだよということをやっぱり伝えていかなきゃいけない。で、伝えるためには何か教育の現場もそうですし、やっぱり地元がね、やっぱりそれをしていかない、地元がやっていかない。私なんかも例えばあれ明智光秀ね、沢山城のあの辺りとか、やっぱみんな明智さんのこと大好き大好き大好き、明智さんは言って、明智さんは、いや、でもさ、石田三成、今、沢山で石田三成もさ、石田三成ね、もうさ、石田三成、ね、石田三成、ね、石田三成は生きてって言ってきたからこそ、関ヶ原という映画ね、あそこで岡田准一さんも、あのジャニーズが石田三成を演じるなんて、もうこれ20年、30年前から考えられなかったこと、そういうのが起こったし、明智光秀が大河になる、こんなのもう2、30年前から考えられなかったことなんですね。だからこれってやっぱり何かって言ったら、やっぱ私もそれで講演会とか、あの辺の地元の講演会いろいろ行かせていただいてるんですけど、やっぱり地元がね、こういういい人がおるんやからもっと伝えて、あ、いかんとあかん、いかんとあかんというパワーがね、それがやっぱりそういうふうに、あの最近もそうなんですよ。例えば軍師官兵もそうですよ。黒田官兵なんかもそんなにみんな注目してへんかったけど、やっぱり地元が頑張ろう頑張ろうですよ。姫路が頑張って、何が頑張っててして、それであれ大河ドラマになってみたいな感じとかね、石田三成もそうですよ、関ヶ原もそうですし、もう今年の麒麟、明智光秀もちょっとコロナでね、まあ、ちょっとだいぶあれ大変ですけど、そういうふうになってきてるというところ、ね、やっぱり地元が頑張って動いていかないと、地元がなんまあまあみたいに思ってない、もう私たちが子供の頃と違うんです。もう1万円札の人っていうことで日本国中誰でも当たり前のように知ってて、1万円札やから、まあ、1万円札欲しいという気持ちから、1万円札欲しいという気持ちから職場だしやいみたいな、そういう気持ちになってる時代とはもう全く時代変わってきてるんですね。もう福沢諭吉のさんやいみたいな、そういう時代になってきてるんで、だからここからやっぱりもう一回しっかりと盛り上げてね、あかんようになる前に盛り上げていってほしいということ、だからこそ地元でね、本当にこの聖徳太子盛り上げていくというのをね、していかんとあかんということで、それはやっぱ王子ね、それも盛り上げていくことにつながるのかなと思うわけです。ありがとうございます。地元の方、教育現場の方ということで、まあ、我々としましても、そのスタンダードはこうなんだ、史実はこうなんだということを正しく伝えていく、しかも学者同士ではなく、語りの方にですね、こうなんだということを分かりやすくこう伝えるという責務があるんだろうなと今自覚した次第でございます。歴史学で言いますと、先ほど言った戦前の、いわゆる広告史観というのがあって、日本はマトラスの資産がどんどんそのまま信じ込ませていた教育とか学問がずっとあったわけです。でその反動で、戦後になってこのマルクス史観で、古代は悪い時代で、それを克服して農民が立ち上がって中世になったのというようなことが、まことしやかに説かれていました。で、それを克服して革命が起こって近代になったという、マルクスの設定したヨーロッパで設定した理念を日本に無理やり当てはめてきたという歴史があるわけですが、最近では、経済の世界とか政治の世界ではもうそういうことを言う人はまずほとんどいなくなったと思うんですが、残念ながらというとあれなんですが、申し訳ないことに日本史学会、西洋史学会、東洋史学会はまだまだそういう人がいっぱいいるというよりも過半数そうなんです。すごい世界でしょ。そこで政治色なく生きていくのがいかに大変だったかって私自分で思うんですが、
でもやっぱりちゃんとやっていかなきゃいけない、資料をちゃんと読んで、ここまでは正しいんだということ、ここからはいつ頃できた伝説なんだということを、伝えていく責務が、あるのかなと思ったりもした次第でございます。まだまだ話題はつきませんだって、ほっとくとね、明日まで喋ってる我々はあれなので、まあお時間でございますので、以上でトークセッション、危機万葉があって、万葉集の話全然せんかったね。まあ、聖徳太子と万葉集関係ないけど、関係ないんですけどね、しまった、今気づきました。さあ、聖徳太子を終了させていただきます。あ、今回、多分しまった。本日は誠にありがとうございました。これで、我々は退出したいと思います。どうもありがとうございます。大成連続講演会第4弾聖徳太子、本当にね、倉本さんからあそこまでいろんな結構ね、学会で言うたらみたいな話まで聞かせていただいて、本当にこれは面白かったです。第4弾聖徳太子、これで全てのプログラム終了となります。本当そういう意味ではね、あの地元でね、もっとね盛り上げてください。そう、子供、私たちの子供の頃の聖徳太子と違います。もう今はお金イコール聖徳太子じゃないんです。これが20年30年後になるともっともっと進みますね。だからこういうような人がいて、こういう伝説が来て、いい人伝説、これはね、日本のね支配者がすごいと思うんですよね。明徳天皇さんもそうやし、聖徳太子もそうやし、ね、あ、こんなにいい人なんだっていうね。それは何かっていうと、憲法17条とか、ああいう内容の精神とか、そういうのがあるからっていうことがあるわけなんです。だからそこを皆さんにやっぱり、伝えていくべき、もちろん資料でしっかり検証していくってことも大事ですが、それと同時に、まあ、こういう伝承のある人なんだよ、伝承のある人なんだよを伝えながら、こんなすごいんだよ、これ実際資料ではこうなってる、この2つの病院ですよね。それでこれから進めていくっていうことが一番大事やと思いますので、まあ、帰り、ゆっくり職員でも寄って帰っていただければと思います。まあ、それは自分ですけど、それでは、はい、ご用意してください。それでは、奈良危機万葉大成連続講演会第4弾、聖徳太子終了させていただきます。はい、ご退場ですけども、はい、スタッフの皆さんの、指示に従って出てください。あの、ここで、あの、クラス、感染して、あの亡くなってしまったら伝えることできませんので、皆さんね、生きて帰ってこれを伝えて語り継いでください。お願いいたします。本日はご来場いただき誠にありがとうございました。